すごいことになってますよ。ちょっと本当にすごいよね。すごいよ、我々の子供の頃のアイドル、もうスーパースターモーニング娘。私買ってたもん、駄菓子屋に行ってモーニング娘のカード買ってた。 CD を買いなさい。今日は来ていただいてありがとうございます。あ、こちらこそです、ありがとうございます、ね、元モーニング娘。のカゴアイさん、はい、今もカゴちゃんなんですか、うん、カゴちゃんで通してますよね。通してます。以前アウトデラックスっていう番組で、はい、僕がちょっとカゴちゃんとご一緒させていただいた、あの時はありがとうございました。そう、もうすごいね、嬉しかったんです。私結構きつい感じで言われてたんですけど、温かく包み込まれてるような感じで。いや違うね、カゴちゃんのことが結局やっぱタバコ吸ってたけど一番好きやったって、今は一番好きやったっていうのをちょっと嘘ついて言って、嘘かい、嘘言ってた。そうそう、ちょっとだけ持って言ったり、やっぱスーパースターやなって思うのが、こうやって YouTube を撮るだけでスタッフさんが何におるのっていう、もうすごいことになってんのよ。だからさ、やっぱり子供儲かってたんやろなっていうのが分かるよな。 YouTube でも儲かってはるやろうし、他のことでもあれやろうけども、 Wikipedia がまあわーってすごいんですけど、いろんなことを経て今はなんかこうやって支えてもらえてるんですよ。今は一番メインは何なんですか。一番メインは YouTube です。YouTube、はい、YouTube で今一番稼いでる収入元なんて。そうでもないです。あら、そうです。頑張ってる。まあいろいろだから過去のさ、ものとかも全部込みでどんどんお金にはなってくるから、金をつなげるな。金の話がしたいわけよ。やめろ、今日は金の話しない。月収いくらなのかとか聞きたくなるわけよ。今日はちょっといろいろなんか NG なしで答えてくれるっていう風にちょっと聞いてるんですけど。そうですね、なんか YouTube では基本 NG なしで喋りましょうっていうモットーがあるんで、逆に私本当に喋りすぎちゃうんで、後から NG っていうのがいっぱい出てこない。いやまあそこはまあ気にせずに話してもらって、もう本当に危うかったら交渉します。悪い顔してんな。今日はちょっといろいろね、話聞いていきたいなと思って。日本に来た時ちょうど一番みんなモームスって言ってた頃やったから、はい、あ、なんかすごい人らおるわって言って見てたから、うちもだってね、不思議なのよすごく。もう5年生くらいに日本に来たけど、はい、看護ちゃんですとか、はい、辻ちゃんですとかってやってるのもすっごいなんか印象に残ってるもん。ここでまず一つ聞きたいのは、辻ちゃんのことはどのくらい嫌いなのか。ちょっとそんな、もしくはどのくらい好きなのか、仲いいか悪いか分からへんくて、今はどういう関係なんですか。今はそんなに連絡は取ってないです。でも誕生日おめでとうとか何かあったら、その家族 LINE があるんで、その家族 LINE でやり取る。家族 LINE っていうのは、私と私の主人と、太陽くんとのんで、あ、4人で。じゃあ1対1ではやり取りしない。たまにするぐらいですね。不思議な感じやね。でもお互いの活動とかは知りながら、いざこざも何もなく普通に仲良くやってる。そう、ノンとはね本当にいざこざないんですよ。え、ノンとは他とは。いや本当にもう昔ですよ、メンバーの人と彼氏が一緒だった時が。嘘、初言。誰かは言えないですけど、彼氏報道みたいなのはよく出てたじゃないですか、ご結婚とかもいろいろあって、はい、でそうではなくて、もう当時ですよね、モーニングから卒業した後です。卒業した後で被った、はい、ったそれなんで被ったっていうのが分かった。家にいた。家にいた。そういうこと、目撃したってこと。家に帰った。その子がその人と付き合ってて、蓋を開けられてて。あ、じゃあそれ知った上で付き合ってたってこと。そうです。じゃああんたが悪いやろ。そうです。なんでそんな、なんか向こうは知らんのですよね。向こうは知らないです。私はそこで知って、でも好きだから、あ、どうしようってなって、自分でやめられない感じか。まあいいや。いや、なんかやっぱカコちゃんやな、欲望のままに。そうですね、なんか嬉しいわそれが聞けて。その後付き合ってるのが分かって、別れたんですか。向こうは別れたみたい。あ、じゃあこっちは別れてないです。向こうと別れなさいよってこと言ったってこと。言ってないです、何にも言ってない。空気読んで別れてくれて、でそれでしばらく続いた。だいぶ続いた。カコちゃん反社会勢力じゃない。結構あかんくない。そう、なんか、昔さんまさんに、お前は魔性の女になるって13歳の時に言われて、意味が分からなかったんですけど、17ぐらいから分かり始めました。早い。私は魔性の女だろ。どう
が自分の中でこれ魔性やなと思う。絶対に欲しいものを手に入れたいっていう。それは金も男も富も名声も。いや、お金よりも引きつけたいっていう気持ちがそのちっちゃい時からあるから、ただまあ自分がモーニングになりたいっていう気持ちも、誰かを引きつけたいっていう気持ちが多分ずっとあったんだと思います。やっぱ今までいろんな人とコラボしてきたけど、こんだけ目をそらさんと喋る人もう怖いって思って、そう目をそらさずに話せるっていうのはやっぱり日本人にはなかなかない。それがトリックなのよ。だからトリック目を見て引きつける。だってマレちゃんこうやってビビって全然カゴちゃんのもの今日来る前にカゴちゃんのウィキペディアをある程度ちょっと読ませていただいたんですけども、なんか神に見放されてる気持ちがある見放されてる前半でいいことがありすぎて、なんか後半から神に見放されてる気がする。すごいわかりますね。そうでしょ、私多分途中でそう思ってましたもん。これはもう神を見放されてる何かをやろうとするたびに何かが起こるっていう。そう、まあ、一応かごちゃんは88年に奈良県出身ということで、2000年の3月でにそのモーニング娘。の追加オーディション受けて、辻ちゃんと吉澤さんと石川さんと一緒に合格して、まあモーニング娘。に入ってでブイブイ言わしていくというのが、まあそれが一番花の時代というか、これ何歳ぐらい？これ12歳です。12歳、はい、12歳。しかも私2月生まれなんで、うん、早生まれで12歳になった2ヶ月後にもう入ってる。小学校6年生卒業式が終わってすぐに、卒業式が3月20日で、で4月1日にはジャケット撮影。それでもしかも一回りとか違うメンバーもねいて、当時自分ちょっと見てたから分かるけど、ほんまに子供というか、今までモーニング娘。っていうのはお姉さんやったんやけども、かごちゃんとかが入ることによってちょうど近しい存在というか、自分らも現実味に感じるような感じやったのよ。夢をねみんなに与えてたわ、すごく。でまあその頃は給料はいくらやったんですか？ちょっと待って、また金のとこにもらえていいかな。まあ、いくらとは言わんでいいんだけど、もらえてたんですか、ちゃんと。給料はありました。固定給が。明細書とかはもう親に言って、うん、私たちはいくらもらってるかっていうのは親から聞かない限りはわからない。そうなんや。今思うと十分もらったなって感じ。も十分すぎるぐらいもらいましたね。いやおばあちゃんと一緒に上京してきたんですけど、うん、初め 2LDK のお家がどんどんなんか、ね、4LDK、 すごい。最後 5LDK で、大きくおばあちゃんと2人で。おいくらぐらいの家賃やったんですか？100賃貸だったんで、100いくらでした。100いくらって、税金対策で。そうなるんや、やっぱり使わない。その時なんか学校と仕事ってどういうふうに、学校は午前中に行って、給食の前には帰ってきて着替えて仕事を入れました。みんな学校の人らってどんな感じ反応？私が校門から入っていくと、当時携帯パカパカなところの、あのザ・ピースのほーほら行こうぜっていう、こうやっておはようみたいな。そうみんなでもうそれをやるんで。でも逆になんかみんなと距離できそうな気もする、そんなに人気あったら。なんか逆に好きすぎてクラスの子もファンすぎて喋れない。で一応でもその中でも一緒に入って喋るグループとかはいた、はい、あ、いました。その子とは未だに仲良いです。あー素敵な話、はい、よかった、一つぐらい素敵な、はい、よかった。学校の給食とかは食べたことあるんですか？中学校は1回しかないです。他のメンバーはちゃんと行けてる人もいるんですけど、私の場合上京してきて学校が入れてもらえなくて、半年間ずっとホテルで過ごしてたんですね。だから家が決まんないから学校も決まんなくて、半年分の勉強が遅れちゃって、仕事終わったら家庭教師さんに2時間勉強して。勉強やってたのがすごいと思うわ。もう覚えることがいっぱい、ダンス覚えて、歌を覚えて、ライブのリハを覚えて、勉強して。あーそっかそっか。何の教科が好きやった？一番好きだったのは社会です。歴史とか。歴史が好きでした。泣かせてみよう、ホトトギス。おー泣くな…違うね、違うやん。ちょっと待って、俺おーとか言ってもだけど17人食12人。あ、
あ、12人で全然大変だし、その当時めちゃめちゃ辛かったこと、もう本当は嫌だった、今だから言えることってあります？なんか当時毎日泣いてたんですよ。なんで？なんか唯一私だけ親と住んでなくて、地方だったっていうのもあって自営業だったんで親は来れなくて、おばあちゃんと一緒にいたんですけど、もうとにかく お母さんとお父さんに会いたくて毎日泣いてました。え、じゃあ親とはどのくらいの頻度で会う？1年に1回。でもそれはな、ちょっと12、3歳の子にはきついな、確かに。あと一番きつかったのが誕生日の日がなんか忙しくて気づいたら過ぎてた。お子さんいらっしゃるじゃないですか、はい、同じぐらいの12歳ぐらいの年齢の時にアイドルになりたいって言って、なりたい、私ちょっと離れてどっか行くわってなったらどうですか？どうぞって言います。あ、それはいいや、どうぞって。辛いぞっていうこと、後悔はないってこと。ただ学生時代って絶対大人になった時にあの青春ってやっぱ過ごせないと思うんですよね、うん、なんで例えば壁ドンとか、学生の中で恋愛とか、壁ドンとかないよ。ないっすか？アニメの世界よ。ないか。見たことない壁ドンしてるやつ。まあまあそういう花の時代が3年ほど続くと。ちょっと言い方。急になんでそんな。3年ほど続くと。言い方。こっからは厳しい話になる。ウィキペディア見てると、まあ2001年に今度ミニモニアやって、はい、2003年とかにはまた写真集出して、いろんなねテレビに出まくって、6年続いたってことですか？6年間3年じゃなかった？3年じゃない、6年間続いて、その6年目にもう大事件ですよ。大事件、何があったんですか？フライデーが、かごあいが東京都部のレストランで喫煙していたと写真付きで報道まあ当時18 17、何で吸ったんですか？あれ実は私が思う大人ってタバコを吸ってる女性だったんですよね。かっこいい大人になりたいって思ったのがミニモニをやってからずっと子供向けの自分を演じてた部分があって、でそれを家の中ではなんかちょっと大人っぽい私になりたいっていう、なんかその変化っていうのが自分に欲しかったんですよね。プラス自分の声が嫌いでハスキーボイスに憧れると思って吸ったんですよね。まあ、その後、大人になった後の話ですけども、はい、お好きだったんですか？二十歳までやめてましたね。あ、早いな、復帰。この後18の時にもね、はい、もう一回なんで やったかっていう理由があるんですけど、二十歳までやめてて、その後2回目あの喫煙報道が出たんですよね、その次の年に芸能界を1回辞めるんですけど、二十歳過ぎた後に中国の映画に出たんですよ、香港映画に。知らんかった。それね、ウィキペディアに載ってないの。なんでやねん、載せろよ、そんな重要なことを。サモハンキンポーさんっていうジャッキーチェーンさんのちょっと太ったバージョンのアクション映画で、すごい有名な方と一緒に共演させてもらって、あの中国に2ヶ月ぐらい滞在してて、その時にサモハンキンポーさんがあの葉巻を吸われてて、で吸ってみなよって言われて、葉巻って言ってなんかスイッチ入って、来たってなって、ここ帰る。みんなはそれでね、あのカコちゃんに失望したなんだとかいっぱい意見もあったけども、ある程度反抗期仲間は、はい、まあ、要は不良どもはカコちゃんを応援してた。ありがとうございます。不良ども。でもやっぱり嬉しいのか嬉しくないのか。このフライデーに乗った時って前日とかにこれ乗せるからって。これもう本当にもう昨日のことより覚えてるんですけど、その日いつも髪の毛をお願い、あの美容師さんの方と一緒にみんなでお茶したんですよ。で私がその友達に一本もらったんですけど、その時にたまたまフライデーの方がかごちゃんに彼氏がいるんじゃないかって言って、撮ろうっていう打ち合わせかなんかをしてたらしいですね。その横に来ちゃったんですよ、私たまたま。たまたまで、私は気づかないでタバコを吸ったんですよ。そしたらフライデーさんが、うわっ、よし来たぞ、ずっとムービー回されて撮ってるのももう分かってた。ほら、その時は気づかず、でもなんで夜に男の人2人が並んでお茶してるんだろうっていう違和感もあったんですよ。向き合ってるんだったらいいんですけど、うん、横でお茶飲んでる感じで、その後後日収録があったんですけど、番組の終わって、カゴ会社に来いって言われて、怖いな、何なんか写真集出すのかなってプラス思考、で行ったら結構なんかみんなもう暗い顔してて、何と思ったら、と
当時のチーフマネージャーさんが泣きながら、フライデーに取られちゃったぞって言われて、でもその時もまだ分かってない。何を取られたの？何を取られたの？他にも悪いことしてるもん。ちょっとやめろ。いやいやいや、どれどれよ。何を取ったのよ。一個だけ一個だけ。まあタバコ吸ったのかって聞かれて吸いました。したらもうこれ出ちゃうからって2日後かな。どんな気持ちなんその時？もうどうしようもないからごめんなさいっていう感じ。検診が1年弱あって実家に帰ってて、そしたら急激に痩せちゃって体重が37キロまで落ちちゃって、生理も1年間ずっと止まっちゃって、それまでもう何年もずっと毎日のように仕事があったものが突然パタってなくなって、でも周りのメンバーはねどん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 テレビに出たりとかで、当時私バラエティ班だったんですよ。なんですけど、なんか他のメンバーの子たちが私が行くはずだったバラエティとか出始めてて、多分そういうのでもいろんな気持ちになったんでしょうね。初めてそこですごい落ち込みました。でも1年間って何をしてたんですか？1年間は何もできなかった。多分精神的に人生で一番病んだ。朝起きて、起きれなかったんです。朝起きれない、起きれなくてもうずっと寝てる。お風呂に入る時間だけ出て入って、お風呂は入るとすぐのぼしちゃって倒れて救急車が終わったんです。もう弱ってるから、多分すごい弱ってて、でお母さんもお父さんももういいんじゃないって、もう無理しないでもう芸能界を見て普通の生活をすればって言ったんですけど、私は多分それはノーだったんです。ここまで顔が知られてしまうと普通の生活に戻るってのも、コンビニでアルバイトするわけにもいかんし。そうやんな。ちょうど謹慎から飽きた時にまた取られるんですけど、3月26日週刊現代において、今度は渋谷区の人気カフェソマのオーナーと群馬県の草津温泉へレンタカーで一泊旅行際の撮影していた写真が掲載。これはなんか本当に温泉に行ったんですよ。それは我々が思ってるいかがわしい意味ということでいいんですか？それは皆さんのご想像ということはそうじゃねえかっていうね。ぶっちゃけ言うと会社にお着身をしてたんですね、謹慎が開けるぐらい前。ああそうなの。でその時に当時の事務所の会長にサイン色紙にみんなメッセージを書いてもらった時に、その会長が堂々とびっくりマーク、もうずっとこんな感じになってたんで、うん、堂々としなさいって言われたのを堂々としていいんだって思って。ちげえよ今はもう吸ってないのか。吸ってますよ。この間ね、アウトデラックス見かけたんですよ。あ、本当ですか。喫煙所に入って、はい、本当に前通ろうと思ったら、はい、もうこれ身に染みてんやなと思ったのが吸ってるのを前通った瞬間にずっと何も悪いことしてへんねんけどだからちょっともう伝説になってるから、だから逆になんか私が吸ってないってなったら今までの意味がないから大変だったのが、だからもう吸ってしまえと思って逆に吸ってしまえでもね、27まで吸ってなかったんですよ。あ、その後。そうです、アイコスが出てから吸ったんです。 CM 来ないね、いや絶対来ないと思うよちなみにこの週刊誌に撮られた時の銘柄って何でした？丸ボロでしたわ赤丸でしたわ、ね、いよいよだから、ね、喫煙報道から立ち直って活動をし始める、うん、まあ、そんなところまで今回伺ったんですけども、はい、まあ、実際のかこちゃんの闇はどうやらウィキペディア見てる限りこれからの様子なんですよね、まあ、十分喫煙報道の時もねすごい大変やったと思うけども、はい、そんな後結構謎に包まれたところがあるのよね。そうだね。ちょっと後半はかこちゃんのまあちょっと本格的な闇の時代、実はそうアウトデラックス出た時もカットされてる部分が多くて、ありましたよね、いっぱい。そう、そこをこそ聞きたい部分。いや炎上するようだったら後でカットしましょう。いや、怖っしてからになっちゃうから。やだ、ない。いや、じゃあちょっと続編、はい、概要欄の方にねリンク貼っておきますので、そちらの方をぜひ見てみてください。